飛び出せ学校。イエーイ。地域を調べ、新聞を作ることを通じて自分たちの暮らしを知る、飛び出せ学校。今回は大分市南大分小学校です。南大分小学校は大分市の中心部に近く、医療機関や大型商業施設などが多くあります。昔ながらの神社や寺院も残っており、文化や伝統を大切にしていく取り組みも盛んに行われています。今回、南大分小学校のみんなは地域の歴史や遺跡について調べて新聞作りに挑戦します。はじめに新聞作りについて教えてくれるのは、大分合同新聞社地域報道部の渋谷優子記者。今からですね、そういう調べていく中で取材に行きますね。その前にいきなり行って教えてくださいって言っても、取材された方も何を話していいかわからないと思います。なので取材に行く前に事前に調べられることがあると思います。そのことを調べてきちんとメモにしておいてからお話を聞くようにしましょう。疑問を持つことがあると思います。自分がわからないことを伝えようとするということはなかなか人に伝わりません。疑問を持たない、もうわかるまでどういうことですかっていう質問を繰り返して聞いていきましょう。で、今度は記事を書きます。まず一番伝えたいことから書きます。なんでこの起承転結、新聞は起承転結じゃないのかって言いますと、新聞のね、文章ってよく見たら一文が短いんです。丸と丸の間が最後にスペースが足りなくなって入らなくなることがあります。なのでいらないときは3番を切ります。もうここまで。なので皆さんも今回は新聞記者になって文章を書くので、伝えたいことから先に書いて説明、そして最後にコメントなど付け加える説明とかも書いていくようにしてください。伝えたいことを最初に書いておけば記事内容を調節しやすくなるんだね。続いて、大分市教育委員会文化財課の張直信さんに学校の地下に眠っていた遺跡についてお話を伺いました。実は南大分小学校の周辺で近畿地方の方々と大和王権と協力して地域を治めていたっていうのがですね、今回の発掘調査で分かったというふうに私は推理しているんですけども、夏休みの時かな、実は発掘をしてまして、ここに溝が出てきて、実はここに、ね、建物が隠れてるんですね。で、こういった四角い溝っていうのはおそらくこういうまあお屋敷の一角でして、ここでしか見つかってません。だから非常に珍しいものが出てきたわけですね。奈良時代になると平安京平城京っていうのは天皇がいる場所っていうのはですね、大体左右対称に建物があるんですね。で、こういうものって一般的には奈良時代になって出現するって言われてるんですけども、実はさっきの7世紀です。ってことは相当100年ぐらいですね、古いものがですね突然出てきちゃったわけですね。で、謎としましてですね、建物の中でですね、ちょぼちょぼ黒い人がいます。で、その中で中にね、冠つけた人間が2人います。それぞれ5世紀の人と7世紀の人って時期は違うんですけども、この2点がとにかくポイントなんですね。で、それ以外にもこの遺跡の外側でいっぱいまた発掘をしてまして、以前道路を調査した時もですね、いろんな人形とかですね、いろんな鏡も出てます。その中で子持ち勾玉っていうのが出てます。こういうのを使ったお祭りっていうのは、だいたい大和王権って当時の中心の人たちが使っ、いや、まあ、よくやる祭りなんですね。県内で唯一出てます。で、この勾玉の時代っていうのが実は7世紀の頃ですので、まあ要は似た時期にですね、こういうお祭りが、まあ、流行ってるわけです。ということで掘った遺跡っていうのがですね、いろんな豪族がいますが、この大分地方を治めた大分の君っていうのもですね、多分本拠地をですね掘っちゃったんじゃなかろうかというのが今回の一つの結論になります。ですので、この頃の大分っていうのはやはり大分の君って人がこの小学校周辺で近畿地方の連中と一緒になって地域を治めてたんじゃないかなっていうのが、まあ今回の発掘で分かったことなのかなと思います。
まあ、こんな場所に住んでるよっていうので、ひょっとしたら家も下もですね、遺跡があるかもしれませんので、まあ、そんなことを考えながらちょっと、はい、暮らしてみたらどうかと思います。調べたりすることの大変さとか、これからするワクワクさが感じれました。取材をすることの難しさや、いろいろどうやったらか失敗しないかなどが分かりました。新聞を読んでいる人が南大分に来たいというような新聞にしたいです。みんな、新聞作りの準備はしっかりできたかな？次回、子どもたちは学校を飛び出して取材へ出かけます。今日は新聞取材へやってきました。訪れたのは松恩院にある日焼き地蔵。今も伝統を守り日焼きを行っている桜井仁さんに地蔵の伝説について教えてもらいました。昔はこの周辺がほとんど農家で、ほとんどの部落がみんな牛馬を飼ってたわけです。それである夏の日にですね、そのある田中から伝染病が流行ったんです。牛馬の伝染病がですね、もう蔓延するだけで、ある晩そこの松恩院のお坊さんがね、の枕元に裏にあるお地蔵さんを焼いてくれと。そしたら部落に蔓延している牛馬の病気が一晩で治るからということで、そういうお告げがあったのを部落の長老の人が聞いて、それではということで10人ぐらいの長老が集まって、あそこにあったのを一晩中焼いたわけです。農家の方がね、一年中炊き物を保存しとったわけです。それを全部持ってきて焼いたわけです。それでこの車が真っ黒くなったんです。そしてだん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 それが部落に蔓延して、牛馬のその病気が治ったというその伝説があるんです。お地蔵さんを焼くときには、松恩院の壁が燃えるように水をかけながら一晩中焼いた形跡が残っておるんです。まだ昔からの言い伝えで、私はそれを引き継いでね、今でも焼いております。だからね、これを焼くおかげかな、私も健康でね、田中にもその体化がなくてね、もう風邪一気もないし、もう平穏に生きるからね、ああこれがいいんかなと思って、私はそう思って焼いております。延命地蔵様にね、よく皆さんお参りしますよ。なぜかとね、年寄りの方が長生きするためにですね、あれお参り来るんです。それぞれのお地蔵さんにはたくさんの人々の願いが込められているんだね。これからも大切に守っていきたいな。田中にも相当良い文化財があるということだけは知っておいてもらいたい。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は貴重なお話がいろいろ聞けて、とても勉強になりました。これからはちゃん、このことを記事にして、いい記事を作っていきたいと思います。この田中町に、国宝級の、書類などがあってびっくりしました。でそしてこんな貴重なお話が聞けるなんて、本当にびっくりしました。今日は一つのお地蔵様ではなくて、いろいろなお地蔵様のことを詳しく教えてくれたので、とても分かりやすくて、とてもなんか面白く感じました。新聞の材料になるお話がたくさん聞けたね。次回、子どもたちは新聞のレイアウトについて勉強します。今日は新聞のレイアウトについて勉強します。教えてくれるのは、大分合同新聞社整理部の大塚志保記者。
新聞記事っていうのは読むときに読む人が何を見るかっていうとみんな時間がないでしょ。朝とかその新聞開いて今日なんだろうって思ったときにやっぱりこう見出しが目に入ってくるよね。とね、見出しをつけるときにはちょっといくつかルールがあります。文字数、見出しの文字数はだいたいね8時ぐらいから、まあ、12時ぐらいまでっていうのもね短い方がみんなこう頭に入ってきやすいよね。パッと見たときに多分こうみんなにとって絶対欠かせないのは南大分っていう言葉ですよね。だからそういうのはね一番大事なテーマのところにできるだけ少ない言葉でたくさんの情報を教えてあげてほしいみんなにっていうことで、ね、そのルールとしてはその同じ言葉をね使わないでほしいんですね。忙しい朝でも読みやすいようにしっかりまとめておこうね。版ごとに記事を発表してもう一度見出しを考えます。南大分にはたくさんの遺跡や古墳があり南大分小学校でも遺跡が見つかりました。昔古墳では大火事が続き火事を引き続けた日がこの地蔵様だったそうです。みんなで材料を出し合ってるね。もっと良くなりそうだ。もう随分みんなこうパッと見てガラッと変わりました。歴史と優しさがどんな方にいっぱいなんかなっていうのがもうだいぶ分かるようになったと思います。見出しが決まったね。次の授業はイラストの仕上げだよ。準備しておかなくっちゃ。地域で活躍した方を、取材にしに来ました。まだその南大分のことを知らない人やいろいろな人に知ってもらいたいです。記事がどんな風にできてるかとか今まで全然知らなかったことをたくさん知ることができたのでよかったです。今日の授業では見出しの書き方やそのリード文や本文の書く場所などがよく分かりました。見出しとかのやり方がすごく分かりやすくできたので、とても良かったと思います。やっぱり先生とかお母さんとかに先に見せたいです。来ました。この白い部分を消すようにみんなもうちょっと頑張ってください。まだ色塗りの薄いところがあるね。バッチリ塗りつぶそう。完成間近。みんな頑張ろう。イラストが出来上がりました。今日随分色を仕上げてもらってこんなのとかすごく隙間がないぐらい綺麗に仕上げてくれてますのでこれをもとに新聞を作りたいと思います。濃ゆく塗る作業をしたんですけど、私の班は、濃ゆく塗りすぎて破けたりして大変です、でした少し大変だったけど最後までやり遂げて達成感があったので良かったです。強く塗ったり濃く塗ったりちょっと大変でした。取材した方の阿部さんとかに見ていただきたいと思います。いよいよ次回子どもたちの新聞が完成します。どんな新聞になったかな。お楽しみに。みんなの新聞が完成しました。みんな
出来上がりましたよ。作ってくださいましたよ。見たい？見る？行きます。新聞見たの。じゃじゃじゃーん。ベラッ。おみなみおじゃの魅力を新発見したことを伝えられることができたかな。できた、できましたね、よくできたと思います。よく頑張りました。いろいろアドバイスをもらったりしてこんな綺麗な新聞ができました。最後にこんないい新聞ができたので良かったです。ありがとうございました。こんないい新聞になってとてもいい思い出にもなったし、とても良かったです。ありがとうございました。みんなと仲良く絵を描いたりしてできて、とても嬉しかったです。いろいろなんかやってる最中あったけど、まあ、最後はちゃんとできたので良かったです。ありがとうございました。この新聞を見て、まずこういうその文字と絵の合成とかでそのプロの技術って本当にすごいなと思いました。やってる途中に辛かったことや楽しかったこといろいろあったけど、最後の完成の新聞を見てすごく嬉しかったです。みんなと協力もあったし、たまには喧嘩もいっぱいあったんですけど、最後はきちんとできたので良かったです。先生方や報道新聞の方にいろいろアドバイスをしてもらったおかげでいい新聞ができました。始める前は南大分のことはほとんど分からなかったけど、調べていくうちに南大分のことが少しずつ分かってくるようになって、こんな綺麗な新聞ができたので良かったと思います。ありがとうございました。子どもたちが一生懸命作ったものですから、その出来上がりの素晴らしさに驚きました。子どもたちが作ったものももちろん良かったんですけど、それをやっぱりプロの手で綺麗に仕上げていただいて、子どもたちも達成感が あったと思います。やっぱりやっていく中で自分たちがやりたいことがいろいろ出てきまして、衝突することもあって、私はこうしたい、僕はこうしたいというのがあって、でもそれをなんとか一つの形にする中で話し合ったり譲ったり認めたりっていう風な過程が、非常に子どもたちにとっては認め合う、集団の方に向かったかなと思っています。どうしたら知らない人たちにも分かってもらえるかっていうことを、いつも子どもたちの頭の中にはやっぱりあったようで、意識はできてたようです。なので、いつも作っている新聞とは違う意識を持って取り組むことができたと思います。Thank you.